ゆっくりこすずです。ゆっくりとじこだぜ。今回は2020年度江南女子大学の高校別合格者数の発表です。一般入試の合格者数だけだぜ。例のごとく上位30校の紹介だよ。とじこさんがゆっくり読み上げるよ。説明は以上にして順位を発表するよ。第28位今宮高校、関西大倉高校、市立尼崎高校、ひばりが丘学園高校、第26位明石城西高校、伊川谷北高校、第25位県立伊丹高校、第22位大手門学園高校、三影高校、三木高校、第21位伊丹西高校、第20位箕面自由学園高校、第18位六甲アイランド高校、神戸スズラン大高校、第17位箕面高校、第16位宝塚北高校、第14位上宮高校、県立芦屋高校、第11位山田高校、加古川西高校、須磨東高校、第9位北千里高校、星稜高校、第8位浪速高校、第7位北摂三田高校、第6位鳴尾高校、第5位市立伊丹高校、第4位県立西宮高校、第3位池田高校、第2位吹合高校、第1位江南女子高校。はい、以上、江南女子大学の合格高校ベスト30でした。またのご視聴、お待ちしております。